はい、ごきげんよう、チューリップリンセスです。えっと、こちらは、えっと、おとついの朝ごはんになります。こちらもまだ、あの、紹介できていなかったので、紹介したいと思います。え、こちらはですね、えー、カマスですね。母がなんかすごいカマスが好きだったんですね。あの、白身魚で、淡白なんですけれども、あの、身が引き締まっていて、美味しいお魚ですよね。こちらはね、あの、ふるさと納税の、あの、三重県ですね。 そう、三重県の方もね、あの、こちらを、あの、見てくださってる方でいらっしゃることが分かってね、本当に嬉しかったんですけれども、えっと、三重県の、えっと、南伊勢のふるさと納税の返礼品でいただいたものなんですけれども、えそちらのあの、干物の詰め合わせの中の一つだと思うんですが、えっと、かますです。これもとっても美味しかったですね。こちらを、かますの干物を焼きまして、そしてやはり、 あの焼き魚に大根おろしはすごくおいしいので大根おろしを作りましてそして右下があのいろいろ入ったお味噌汁ですね白菜だったり、えっと、ミニトマトだったりそしてなんとカリフラワーだったりあのいろいろ入っちゃってますねいろいろ入ったあのあの大根おろしに使ってちょっと余った大根も多分あの薄くスライスして入れちゃったと思いますなのであの白菜トマト大根 あのカリフラワーかな, <laughs> なんかすごい斬新なんですけれどもでもね全然あのお味噌汁意外に何でもありであの美味しいんですね全然あの私はなんですけれどもあの美味しかったですそれにあの秋田県の金の蔵かなのいぶりがっことえー、っとそしてコウメボシですねそしてあのなりきよのりの、えー、味味のりふりかけ無添加のものです ね、本当にこれぞ、ね、帰ってままいりました。美食女ごはんっていう感じですね。私の,そのやっぱり調子が整う感じの,あの美食女ご飯の典型な感じのご飯だと思います。こちらねちょっとあの身が崩れてしまったんですけれども、ね、母はかましっておいしいよねって何か言ってたのを思い出したのでおい、あのーね、しいなと思ってね,本当にね白身魚が私基本的に好きなんですね。 でね、白身魚は淡クなんだけどね、このイサキは何だろう、あの、淡クながら本当最初に言ったように身が引き締まっていて、なんかうまみもあってね、あの、美味しかったですね。ね、さすが、三重県のお魚、美味しいですね。ね、あの、三重県にね、私、母とね、島観光ホテルベイスイートっていうところに泊まったことがあって、そこでね、伊勢海老尽くしのお夕食いただいたんですね。でもプリッ プリノも,あのお刺身ののもうすっごい最高に美味しくって忘れられないお味でしたね。今ちょうどあの三重県つながれで思い出したんですけれども、ね、あの時も母もすごくねご満悦であのよかったなって私がね多分それ連れて行ってあげた私のお給料で多分連れて行ってあげたあの伊勢神宮とかにも行ったんですけども その旅行だったと思うんですけれども、すごく母がね、私にありがとうって言って喜んでたのを思い出します。でこちらがあの先ほどあの紹介したものですね、紹介したも本当いろいろ、もういろんなごちゃ混ぜなんですけれども、でもいろいろもアンチエイジング爆弾ですね、これは本当にアンチエイジング爆弾の要の味噌汁です。いろんないいあの素材が入っています。なんかね、ちょっとカリフラワーもおしゃれなカリフラワーで、オイシックスなんですけども、 カリフローレンとかなんかそんなような名前で。 ところどころ紫色みたいになった感じの面白いカリフラワーでなんかそれもなんか入れちゃったんですけれども全然問題なくいただきましたあの王子もねブロッコリーカリーフラワーが実は苦手なんですねでなんかあのちょっと片ゆでにしたモサモサな感じがダメみたいなので逆にこうやってお味噌汁に入れたりとかスープに入れたりすると食べられるらしいんですなので、まあ、それもあってあのお味噌汁に入れちゃいました はい、こんな感じでね、いぶりがっこですね。秋田県のいぶりがっこ、金の蔵も美味しいですね。はい、こんな感じでね、この味のりふりかげもね、あの、美味しかったですね。おのりも大好きなのでね、撮るようにしています。これでもう終わりかな。これは動画ですかね。あ、これあの、私のサンタコスの時の、これショートでまた出そうと思って作ったものですね。あの、今から踊る感じですね。 はい、こんな感じでね今年もくびれていきたいと思います。ありがとう。